片山右京、片山右京、片山右京、男性、1963年5月29日体、は、日本出身のレーシングドライバー、フォーミュラ1ドライバー、登山家、自転車競技選手である。通称、上風右京。神奈川県相模原市の名誉観光親善大使、白山ジオトレール名誉顧問を務める。大阪産業大学工学部客員教授、ペアム巨主催。 東京都新宿区の慶応義塾大学病院生まれ、神奈川県相模原市、南区、宇野森育ち。相模原市立鹿島大小学校に通い、この頃から自転車や登山に勤しむ。中学、高校は、日本大学第三中学、高等学校に進学。陸上部に入部し、長距離選手として活躍。バイクの転倒事故を起こし、大学進学を断念する。 日大参考で、福岡明人、読売ジャイアンツ二軍内野守備総類コーチと落語家の立川志らくは同期生。筑波サーキット前のレースガレージ、オートルック筑波ガレージで寝泊まりしながら、パチンコ店店員、トラック運転手などで費用を準備し、1983年に FJ1600 筑波シリーズでデビューを果てた。この年の同シリーズでシリーズチャンピオンに輝き、 翌1984年も鈴鹿 FJ1600A クラスでシリーズチャンピオンを果たすなど好成績を残す。1985年には全日本海3選手権にステップアップし、ランキング6位の成績を残す。またこの年の8月にフランスへと渡り、フォーミュラルノースクール、ウィンフィールドレーシングスクール受講し、アランプロストの持っていたコースレコードを更新する。 主席での卒業のため、本来であれば、エルフのスカラシップを獲得するところだが、日本で F3 の出走経験があったことから、スカラシップの対象外とされ、自席のエリック・コマスがスカラシップを獲得した。1986年は、ォーミュラルノーのフランス国内選手権に出場し、第3戦マニクールでポールポジションを獲得し2位入賞を果たす。 同年シリーズ途中から1987年まで、チームで受験からフランス解散に参戦。リタイヤを恐れない攻撃的なドライブで注目を集めた。レース中のクラッシュで瀕死の重傷を負い、日本へ、片山右京志望のご報が流れたこともあった。その怖いもの知らずの走りから、神風、神風特別攻撃隊の意、右京と呼ばれた。1988年から、 日本のトップカテゴリーである全日本海参戦選手権に出場。この年はアパレルメーカーの BA ツからの資金をもとに自前チームの片山企画から参戦したためドライバーとチームマネージャーの二足のわらじを履くこととなり苦戦を強いられたが堅実にポイントを稼ぎシーズンランキング11位の成績を残した。またルマン24時間レースに フランスのクラージュコンペティションから出場した。1989年は前年の苦労からユラ・タクヤ率いる有力チームの一つであるムーンクラフトへ移籍する。しかしこの年のマシンのムーンクラフト MC040 はマシンバランスが悪く戦闘力に欠けるオリジナルシャーシでの参戦であったために3回もリタイアするなど結果が出なかった。また同チームより 国際会参前選手権にもスポット参戦したが、こちらも同様の理由から低迷した。合わせて全日本ツーリングカー選手権にも、イデミツ石油ウィズフットワークからエントリーし、村松英樹と共にホンダシビックをドライブした。常に上位争いに顔を出し、第4戦ではクラス優勝を飾った。 1990年には、名門のヒーローズレーシングへ移籍し実力を開花させ、バブル景気の真った中で参戦台数が多く、上位争いが激しかった中で、優勝することこそなかったものの2位1回を含む3回表彰に、上り、一躍、トップドライバーの仲間入りを果たし、シーズンランキング5位となる。しかし、国旗虫による失格など出入りの激しいレース展開は、変わらずであった。 なおこの年に、第一のブラバムヤマハのテストドライバーに抜擢された。1991年には、同チームで安定したドライブを見せ、常に、上位争いを繰り広げ開幕戦と、第5戦で優勝するほか、着実に、ポイントを稼ぎライバルであったロス・チーバー、星野和義、小川仁志、エディアーバイン、フォルカー・バイドラーらを下して、最終戦の富士スピードウェイにおいて、 シリーズチャンピオンとなる。この年の8月に日本人初の F1 レギュラードライバーである中島悟の引退が発表されたため今年チャンピオンを取る片山が次の F1 最有力との話が一人歩きし始め、右京へのプレッシャーを高めることとなり本人を苦しめたと言われる。全日本海3000チャンピオンとしての実績が認められ前年まで 日本人二人目の F1 レギュラードライバーである、鈴木アグリが在籍していた、ラルースチームから、中島、鈴木に次ぐ、日本人三人目の F1 レギュラードライバーとして参戦した。なお、第一参戦には、日本タバコ、当初は、キャビン、後に、マイルドセブンブランドで、ウッキョウが F1 を引退するまでスポンサーしたによるバックアップも、大きく影響している。カナダ GP では、 レース終盤までポイント圏内走行の検討を見せる場面もあった。結果はリタイアがラルースチームの戦闘力不足によりノーポイントに終わる。スペインで予選落ち、モナコで予備予選落ちも経験している。1993年にヤマハエンジンを得た中堅チームのティレルに移籍した。チームメイトは前年からティレルに在籍していたベテランのアンドレアでチェザリスであった。 なお、右京は、上記のように1990年から、ブラガムヤマハのテストドライバーを務めていた。この年は、新車、ティレル021の投入が遅れた上、その新車が、マシンバランスを変えた、失敗作だったため見るべきところがなかった。なお、開幕から数戦にわたり使用した 020C の、モノコックは、1991年に、中島サトルが使用したものそのもので、 エンジンも前年のイルモア程度の軽量化は達成していたものの第四戦でニューマチックバルブが導入されるまでヤマハ側の改良が間に合わずやはり1991年にスクーデリアイタリアが搭載したジャット GVV10 そのものであった1994年はマシンバランスに優れたニューマシンティレルレーニングを借り予選上位に何度か食い込むほか随所で 表彰台獲得は、愚か初勝利さえ期待させる、速さを見せる。開幕戦ブラジル GP で5位入賞し初ポイントを獲得。その後、ローランド・ラッツェンバーガーとアイルトン・セナの死亡事故が起きた3割の GP で5位、イギリス GP でも6位にそれぞれ入賞し、ドイツ GP では予選で当時日本人最高位となる5位を獲得。 スタートで2位にジャンプアップし、マシントラブルでリタイアするまで3位をキープするほか、チャート上は残っていないが、3割の GP では一時、クリスチャン・フィッティ・パルディと1位争いをするなど、日本人初の F1 優勝の夢を現実的なものにした。しかし、資金不足でテスト回数も制限され開発が思うように進まず、それゆえ信頼性が上がらずに、トラブルが多く、 入賞したレース以外では途中リタイアという展開が多かった。チームメイトのマーク・ブランデルがスペイン GP で3位表彰台を獲得し、自身も予選ではトップ128回も食い込み、特にドイツ GP では予選5位から2位走行、ハンガリー GP では予選5位、ポルトガル GP では予選6位と一発の速さをアピール、ヨーロッパ GP では スタート直後のエンジンストールで最後尾まで落ちながら、入賞圏内には、僅差の7位となるなど、検討を見せたシーズンとなった。これらの活躍により、ベネトンから翌1995年シーズンの契約を打診されたが、後述する理由により契約には至らず翌シーズンも、ティレルで走ることとなる。後にこのシーズン印象に残る走りができた理由として、実施が、 出産時の事故で他界したことと、自らがガンであると診断されたこと、後に誤診と判明を挙げている。1995年は、今年の注目ドライバーは、右京片山だと、当時フランスの TF1 で解説をしていたアランプロストに言わしめた。右京はチームに、チームメイトはとにかく早いやつにしてくれと、オーダーしていたが、チームメイトに、ミカサロを迎えると、 サロの母国のフィンランドの携帯電話メーカー、ノキアが名スポンサーになり、サロが結果を出すにつれて、チーム体制がサロ寄りになっていった。また、油圧形式ダンパーのハイドロリンクサスペンションを独自開発したが、開発体制が脆弱で熟成できず、通常のサスペンションへ戻すといった混乱もあり、低迷した。そんな中、決勝レースでは上位につけることもあり、 サンマ割の GP ではシューマッハが原因不明のトラブルでクラッシュするなど波乱の中後半6位まで追い上げたほかベルギー GP では宇宙でスリックタイヤのまま走行を続け16番手から4位まで浮上3位のマシンを7秒早いペースで追い上げたがセーフティカーが導入されるとタイヤが冷えてしまいクラッシュしたポルトガル GP ではスタート直後の多重接触事故に巻き込まれ ひっくり返ったマシンがコマのように回転するという激しいクラッシュで病院に搬送された。次のヨーロッパ GP はドクターストップにより欠場し、復帰後もしばらく後遺症に悩まされた。不調の原因の一端は、右京のトレーニング方法に問題があったとの話もある。右京は1994年の戦績を上回るべく、シーズン前にハードなトレーニングを行ってきた。 むやみに重い負荷をかけ筋力を増強する方法だった。当時の右京は1 0ラムを10回上げるのと1 0 0ラムを1回上げるのは同じと考えていた。体が一回り大きく見えるほどに筋肉をつけたが引き換えに臨床性を奪う結果となった。また筋力が増したことにより酸素の消費量が増え走り始め早々から酸欠状態に陥り腕が上がらなくなった。 いたと語っている。会一ドライバーに必要なのは3 0 0トル走り切る間、同じ動作を正確に繰り返す筋肉であり、筋肉の性質を考慮せずにトレーニングを行ったことは自分の首を締める結果となった。また、この年からレースエンジニアがサイモン・パーカーからティームデンシャムになったことで、 仕事の進め方の細かい部分での行き違いがあり、エンジニアとの関係構築に時間がかかっていた。1996年は、前年のチームの成績が低迷したこと、広告面での成果が予想以上に悪かったことで、メインスポンサーのノキアが撤退してチームは資金難になる。ティレルが1996年のスポンサーフィー額を要求してノキアを怒らせてしまったとの説がある。 また1996年の右京の契約がチームとなかなか合意できない間にシャーシティレル・レニオンの開発が進んでしまい、すでにチームと契約済みであったミカサロの体型に合わせてコクピット形状が決まられてしまう。そのため、右京には大きすぎるコクピットになってしまい、対策としてシートをかさ上げし、従来よりも軽の大きなステアリングを使用することになった。 シーズン前の体制発表の場でコシャーシに乗ったら、右京の体が見えないほどすっぽりとハマってしまい、同席していたジャーナリストからは爆笑された。トップチームへの移籍を見越して、チームと95年の単年契約を結んだことが、決的に嫌だとなった。その結果、実際にステアリングを切った両と右京がイメージする、切り角に、ズレが生じてしまうことになった。右京はこの現象を、 テアンダーと呼んでいた、右京用のシャーシュが制作された新ン中盤までこの、減少に悩まされることになる。このように辛いシーズンを送ることになり、ドイツ GP の予選では、前後のタイヤを、同じフロントタイヤを装着して、少しでも空気抵抗を減らそうとした、気策まで飛び出した。ケンピレルからは引き止められたが、今シーズン限りで、ヤマハエンジンを失うことが決定し、 さらにチームメイトのミカサロよりの体制になったチームに不満を抱き、1997年はミナルディに移籍した。当時チームオーナーとなっていたベネトンのフラビオブリアトーレにチーム立て直しのためのリーダー的存在感を期待されての起用であった来シーズンザバーやアローズと契約間近だったが、どちらも移籍すればナンバーに扱いだったことがネックとなり、合意には至らなかった。 しかし、マシンの性能が決定的に劣ることもあり、目立った成績は残せず、右京自身もモチベーションが薄れていく。チームからは来年も残留を進められ、複数チームからの移籍オファーもあったが、更新にシートを譲りたいとの理由で、この年の日本 GP で、会一引退を発表、最終戦をもって引退した。引退の決断に関しては、この年が、 デビューシーズンとなったチームメイトのヤルノ・トゥルーリの急激な成長に対し、自分にはすでに伸びしろがなくなっていたことを認識させられたと後に言っている。その後、1998年からはトヨタより、ルマン24時間耐久レースにワークス参戦し、特にトヨタ GT1TS02 0を買った1999年の同レースは、 優勝者 BMW v 十二 l m r を終盤にファステストラップ連続で追い詰め、結局タイヤバーストで惜しくも2位に甘んじたものの、その奇心のごとき走りは、内外のレース関係者に深い印象を残した。しかも、バースト時の速度は、約204メートル PH、イコール時速328キロメートルであったが、2車線しかない行動区間にもかかわらずスピンすること、 なく、体制を立て直すなど、まさに、神風右京の健在とその実力が未だ、トップレベルにあることを証明するレースとなった。その後は、同じく関係の深いトヨタ系チームから全日本、GT 選手権や、タカールラリー、アジアクロスカントリーラリーなどにも参戦している。他にも、開一現役時代から、FJ1600 や、フォーミュラトヨタなどのジュニアフォーミュラや、 F3 を中心に活動するレーシングチーム、ル・ボーセモータースポーツを F3 時代からの担当メカニックだった坪松忠夫と運営した。また、2007年11月からスタートしたスピードカーシリーズにも参戦していた。2011年は、グッドスマイル・レーシングとストディが運営するチームに、デアム・キョが参加、スポーティングディレクターに就任した。2012年も継続して、 スポーティングディレクターを務めるとともに、チームが二大体制になったのに伴い四号車の監督を兼務している。2014年からは、グッドスマイルレーシングがエントラントとなり、体制変更を受けて、チーム監督に就任した。会一現役当時から登山を趣味としており、キリマンジャロなどに登カ会一引退後は、登山をライフワークと位置づけ活動。2001年には、 上優登頂に成功。2002年にはエベレスト登頂にチャレンジしたが失敗した。2006年にはマナソルの登頂に成功した。2007年にはガッシャーブルムイ法に遠征。天候不順により登頂を断念した。この遠征中に竹内だ岳を含むドイツ隊の5人が雪崩に巻き込まれる事故が発生。 酸素ボンベの提供などの救援活動に従事している。2009年12月17日、南極大陸のビンソン・マシフ島頂に挑戦するための訓練として自身が経営する片山プランニングの社員2名と共に富士登山中に遭難した。片山本人は翌18日に自力で下山する途中、静岡県警山学救助隊員に発見、保護された。 翌十九日の正午過ぎ六合目付近で男性二人の遺体が発見され行方不明となっていた社員二名と確認された。同日に記者会見が行われ片山の事務所は同月二十五日から予定していた南極行きの中止を発表。片山自身も以降の登山活動を自粛していたが警察の捜査終了後翌年三月二十四日より再開した。これを受けて 日本山岳協会理事長の尾形義雄は、冬の富士山で一番怖いのは突風であり、風によって、滑落、転倒するのが冬富士の遭難の典型と指摘している。また、無理はせず、強い風が吹けば引き返すのが当たり前と発言している。最近では自転車関連の事業も手掛けており、ロードレースに選手として参加。 2006年の島のモテギレース2時間エンデューロ2人クラスで、初めてながら4位に入る検討を見せる。2008年のエタップデューツールでも日本人最高位で、感想を果たした。他にオリジナルマウンテンバイクの開発や、今中大輔のインターマックスとも提携している。さらに2005年からは、女子自転車競技、チーム、チームエレファントの監督も務めた。 2009年より活動を開始した宇都宮ブリッツェンにもドライバースタッフ当初はメンタルアドバイザーとして参加2010年のジャパンカップクリテリウムにおいて宇都宮ブリッツェンの選手としてデビューする2011年は宇都宮ブリッツェンテアム居のチーム名義で JBCF 実業団 J エリートツアーに参戦した2012年には宇都宮ブリッツェンを離れ 新たに、デア無許として、国際自転車競技連合、UCI 登録のコンチネンタルチームを設立。自ら監督を務める傍ら、右京自身も、ティマキオリーブ、デーブはフランス語で、夢の井のチーム名義で引き続き J エリートツアーに参戦している。現役時代には、子供番組、ウゴゴ・ルーガにゲスト出演。引退後は、フジテレビの F1 中継番組、 1> 第1グランプリに解説者の一人として出演し、熱い語り口を聞かせている。また、AM、PM などのテレビ CM や様々なバラエティ番組、ドラマ、ミ戸コ門モンに出演するなど、タレントとしての活動も行っている。自身をメインパーソナリティとする、ラジオやテレビのレギュラー番組も持っている。前述の富士山登山中の遭難事故により、 2009年12月18日よりすべての TV ラジオ番組の出演を無期限で休止していたが翌年3月23日に復帰することを発表した。現在は引き続き富士テレビ CS の F1 中継の解説者を務め2014年9月より開幕する FIA フォーミュラ E 選手権のテレビ朝日のテレビ中継の解説者を務める。キャリア初期は資金に苦しみ 主戦場であった、筑波サーキット近辺の自動車工場で住み込みで、アルバイトをしながら、レースに明け暮れる日々だった、住み込みならば、部屋代がかからず、レース資金も稼げ、お下がりのパーツを手に入れることができるため、主戦場が鈴鹿サーキットになった時には、白子の浜辺にブルーシートを設けやえし、トレーニングを兼ねランニングをしながら、サーキットへ行きレースをしていた。 ドライビングの悪い癖を直し、サーキットの走行時間を増やしたいという理由から、現役レーサーとしては珍しく、ドライビングコーチについて練習していた。ティレル在遺跡中の1994年に、ベネトンへの遺跡話が持ち上がったことがあり、後年のインタビューでは、詳しい経緯を語っている。それによると、ベネトンのフラビオブリアトーレから紙とペンを突きつけられ、ここに、今すぐ、 サインをしろ。これで来年からは我々の仲間だと迫られたという。右京は春巡したが応援してくれている人々やメインスポンサーである日本タバコ産業の意向を確認しなければと思い、ちょっと待ってくれ。と即答を拒んだ。直後にあったミハエルシューマッハに、よう、来年からよろしく。と肩を叩かれ、それがまだサインしていないんだと答えると、なぜだ こんなチャンス悩む必要があるのか、と驚かれたという。今から考えれば、あの時迷わずにサインをしていたら、運命は違っていただろうね。まぐれで一、二度くらいは優勝できていたかもしれないと、無念さをねじませている。ファンから、漢字のサインを頼まれ、どうせ、片山右京と書いたところで、わからないだろうからと、面白がって、関東風、チャーハン、餃子四個などと書いたことがある。 またティレル在籍中には、マークブランデルと、でたらめな言葉で会話して、マークが日本語を喋ってる。と周囲を驚かせるいたずらをしばしば言っていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。